なので、回転をかけられるということは、非常に重要なことになってきます。回転と、入る確率は、回転の方向にもよりますが、比例すると考えています。つまり回転量を上げれば、その分、サーブの入る確率が上がる、回転量を減らすと、サーブの確率は落ちる、言い方を変えると、スピードを上げるために回転量を減らせば、その分、確率は落ちる。でも、スピードを落として、回転量を上げれば、その分確率は上がる。逆に言うと回転量を上げればどうしてもスピードを落ちてしまう。スピードを上げるためには、回転量を減らせばいい。4時、5時、6時、これが、ボールを実際に打つ位置、打点になります。次に、ボールを、切る位置です。12時、1時、2時、3時、4時、5時、そして、6時です。この、文字盤、2つの文字盤は一致しています。つまり、ボールの3時を切るときは2時を切るんですが、2時という感覚ではなくて8時から2時に行きましょうか、はい、2時のここではなくて8時から2時の方向に行くという感覚でいきますか。どうでしょう。難しいですか。8時から2時です、うん、はいはいはい、もう一回、OK、8時から2時ということはもっと、上に打つことになりますよね。上にこすり上げることになります。さあ8時から2時、ああこれちょっといいですね。相手の、フォアに向かって左側に切れていく、スライスサーブをやりましょうか。で相手をコートの外に追い出すと、コートの外に追い出して、小澤さんいかがでしょうか。はい、僕は、回転はなかなかかからないかったんですけど、その文字盤っていうのがすごい印象があって、その文字盤の通りにやると回転がかかるっていうのはすごい分かりました、うん、本当になんか良かったです、うん、ありがとうございます、はい。